今日は中川です。まあ連続してね、小さい場所行ったんで、今日は広いところでちょっとピュンと投げたいなと思って来たんですけど、風がね、雨上がりですごいんですよ。こっからと見えないのかな、スカイツリーがね、もうあのなんていうの、真ん中の展望台、あそこの下まで雲がかかるぐらい雲が低くて、で風も強くて、なので今日はこのダイソー新編の大きいやつ 11.5g で、今日のタックルは久しぶりスコーピオン 2701FF の2に24ツインパワーで、ラインはそのまま 1.55 と P1.55 に、ナイロン14ポンド。これでね、今日予定ではカウントダウン7ぐらいからいろいろ投げたいなと思ってたんだけど、ちょっとこれだとね、軽くて飛ばせないと思って、もういきなり重いのからで、もう僕は両手の親指が限界なんで、今日サポーターしてないけど、もうずっと今日は両手で投げようかなと。やっぱ片手で投げるとき、こう親指を踏ん張るスタイルにしたら、やっぱり親指に負担が大きくてちょっと痛くなっちゃったから、こういう時はなんだろうな、雨上がりの濁りでも、そんなに濁ってないような気もするけど、まあまあの濁り、バイブレーションとかの方がいいのかな、やっぱり。でも今日持ってきてるのは軽いやつ、だいたい14グラム、15グラムぐらいまでかな、今日持ってきたのは。最初はね、18グラムぐらいまで入れてたんだけど、それやりだしたらもう切りないぞと。だったら2発3に持ってけばいいじゃんって思って、もうあえてね、重いルアーは置いてきて、このラインじゃないや、ロッドのキャパの範囲内で軽いやつをね、ピュンピュンと投げて、なんか釣れたらいいなと。いやでも今日すごい雨でしたね、嵐のような。でももう今ね、こんな青空が見えるぐらい天気が不安定でね、なんか今エアノットっぽくなったな。サミングしてる指になんかふわっと当たった。まあ巻き取った時に何にもなければいいか。2701もね、去年でしたかね、買ったの。クロダイをやりたいなと思って買ったんですよね、イケズ。そのイケズっていうのはポイントを探したんだけど、意外と河口付近、いわゆる柿瀬っていうんですか、ああいうのがあって、ちょっと浅くてね、みたいなところがそんなになくて、千葉だとね。これはやっぱり外房に出なきゃダメかと思った次第ではありますが、でもよく考えたら、あの僕がいつも行ってる、いつもって言ってるっていうかね、僕が高頻度で行ってるあの小さい川、あそこぐらい、あれ川幅20メーターぐらいかな、あれぐらいだったら2600で、まあ10グラムぐらいまで十分足りるんだけど、やっぱりね、こんぐらい川幅が100メーターとかになってくると、なるべく飛ばしたいじゃないですか。なので今日は1フィート長い7フィートのロッドでね、来ようと。まあでもどうなんだろうな、ロッド的には2651の方が短い分、何今グイって持ってかれた、2651の方が短い分硬いっていうか、張りがあるっていうかね。ゴミが流れてんだ。
その分反発利用して投げられそうな気もしますが、どうなんだろうな。いやでもスピニングの2番欲しくなってくるよな。スピニングの2番があればバス釣りでも1本で足りる気がするんだよな。やっぱりバス釣りベストな組み合わせ、この間自分なりに考えたのが0番と2番、2本持っていけばもう脳進化のワームから8分の5オンスのスピナーベイトまでできていいなと思って、まあ、その組み合わせで1回やってみますけど、でも2番のベイトだと脳進化のワーム、まあ、7g 一応投げられるけど、あの飛ばすのが結構上手じゃないと難しいじゃないですか、ロッドが硬くて。なのでスピニングだったらピョーンってやれば飛んでいくから、2番のスピニング1本あったら 楽ちんだろうなと思って。まあでも2本も持てばいいんだけど、まだねバイクで釣り行くことを諦めてないんですよね。絶対車の方が楽なんだけど。1本だと間を取って豪天の1番、そう1番ベイトだったら1番がいいですね。あのバス釣りだったらで、2番だとベイト、2番のベイト1本だとちょっと硬すぎるかなっていう感じで、1番でも2分の1オンスぐらいスピナーベイト投げられますよね多分。あのサイドとかアンダーとかそーっと投げれば、僕はあのスコーピオン DC の時に5点の位置で2分の1オンスのスピナーベイトでバックラッシュさせてましたけど、あれはもう完全に下手くそなだけ。あの時はもうオーバーヘッド思いっきり振ってたから、あれはね多分あれでバックラッシュしないようにしようとしたらブレーキをすごいかけなきゃなんなくなるから、あれはね今自分で見てもねお恥ずかしいというかやり方が違うぞって、今ならできる気がするっていうのもあるし、だからそれをね試したいっていうのもあるから 5点の1でね行くのも全然いいけど、やっぱりあの杭とかに引っかかった時ですよね。ロッドが短いとロッド手伸ばしてこうカシャカシャカシャってできないっていうのがね、それが一番の問題点だから。で21651っていうのはファイオピースないんでね、確かね1651だと1.5か XV、 そうなるとねそうやって揃えていっちゃうともうキリがないから、本当に次に買うロッドはもうあれフリーゲーム XT の96か、103だっけ6だっけでも決めてるから、もうスコーピオンはもうしばらく買わない、買いすぎ。でもこういう時はあれなのかな、ビッグベイトとかやった方が良かったのかな。でも風上に向かって投げる自信ないもんな。うわっやっちった大丈夫。うわーほんと助かる、 P 革命すごい。大丈夫だ、今のあんな音がしてね。え向きになると難しいっていうね。そこで引っかかんだ、このね人工の天然石風のね護岸がどんぐらい入ってんのかな。今あの辺だから今の水際から3メーター
で、ここが傾斜が25度だとして、僕は計算できませんけど、どこだっけな、どっかの川が書いてあったな、こういう風に護岸されてますよっていう。そうすると川底の平らな面が幅何メーターとかわかるんですよね。あれ花畑運河だったかな、工事計画書みたいなやつだったかな、インターネットで見たかもしれない。いや、南の空はすごい雲が西に向かって流れてんだ。でもこっちの雲は南に向かって流れてんだ、すごいね。台風じゃん。雷が鳴ってないみたいだからいいけど、鉄板にしようかな。もう日没っていうか太陽の光がないからね、派手なのがいいよね。あ、これ黒金シャットラップエリート、あの橋にぶつけてリップ割れないでって言ったやつ、頭割れてました。この辺からこの辺まで。で、これ多分バルサですよね、ラパラは。こうやったらギュッてこうやったら隙間が空いたから、そこに瞬間接着剤を流し込んでおきました。これで水を吸わないでいてくれればこれで大丈夫なはずだから、これやろうか。で、あの前にね、このフック貝がグリーンってなっちゃって、ここがパカンって割れちゃった、このダイソーの中ぐらいのダイソー芯片、このこれ、まあ分かる人にしか分かんないけど、日産スカイライン R34 のアスリートシルバーっていうあの僕が乗ってた車のね、僕スカイラインじゃないけど同じ色の車乗ってたから、その時の補修用に作ってあった特注カラー、ホルツのあれが丸々残ってたから、それをね下地に塗って上にチャート塗ろうと思ったんだけど、この色が思ったより良かったから、もうこれでちょっと使ってみることにしたっていうご報告じゃあシャットラップエリートいきますか。軽いけどね、これ 6. 点何グラムだから。で、しかもね、結構潜るからね、危ないけどね、寝掛かり。今日はレスキューロボ持ってきてるから大丈夫何が大丈夫なんだか分かんないけど、あ、全然飛ばない。普段陸になってるところにまで今水が来てるから、草がねもう水に浸かってるぐらい、こういうところにね魚は、小さい虫なんかがねいるんだろうから、草にはこういうところに魚がね、ちっちゃい魚が寄ってきて、でそのちっちゃい魚を狙った大きい魚が寄ってきてみたいなね、そういうことだと思うんですよね。キッズが泣いてる、キッズは対岸だったな風向きでよく聞こえるのか。階段にぶつかってんだこれ、ゴリゴリって。なんか手応えがあるなと思ったら、変えよう。この隣のっていうか、前に来た時確かやったと思うけど、あの五郎大使のね、人工浅瀬のあそこの場所に鈴つけてやってる人がいるんだけど、釣れてんのかな。鈴つけてるってことは餌釣りですよね。次どうしよう。これが確かフローティングペンシルだった気がすんな。これ一緒、これは昔のやつ、これシンキングだったかな。これもね、読めない、多分読めない。もう当時もね、今から27、8年前、当時ももうすでにブラックバスは釣れにくくなってて、まあ、最終的に僕はノーシンカーでばっかりやってましたけど、もうこういうね、普通のっていうか、ブラックバスルアー
じゃない場所で売ってるルアーを買い出してあ、フローティングペンシル。結局その時から僕の考え方は変わってないから、人が投げてないルアーを投げればいいんじゃないかと。要はバスが見慣れてないルアーっていうことでね、こういうルアーをね買ってみたり。これ軽いんだったな、 7g ぐらいだったかな。でも意外と飛んだな。このスイベルスナップね、アマゾンの安いやつ、50個入りとかの安いやつだけど、ちゃんとね溶接リングなんですよ。溶接汚いけどね、汚いっていうかそこだけね太さが違っちゃってる感じになってるけど、向かい風はやっぱり難しい。いや今日は雨上がりで涼しくてね、いいですよ。このパーカー羽織るぐらい、これ夏用の涼しいパーカーだけど、風がスースー涼しいぐらい。昨日はね湿気が多くて寝づらかったっすけどね、逆に窓閉めましたもんね、エアコンつけないけど。なんかどんどん湿気が室内に入ってきてるような気がして嫌な季節になりました。あ、トイツするとこれ潜るんだ、いいね。ちゃんと動くルアーじゃん。なんかついてる。これダメか、今日ゴミが多くて。これアンダートイッチャーみたいな動きだよね、水面直下でドッグウォークして。トップウォーターミノーっていうのはこういうもんなのかね。もうちょっと水面が静かな時に、あのスミスのねスティッキーゼロもやりたいと思うけど、あれはあれもね軽いんだよな、 7g あったかなっていうぐらい。あれも当時はね、僕の一緒に釣りしてた友達たちもスミスのルアーなんて当時は見向きもしなかったからね。ハードルは買ってんの僕だけだったような気もするし、ちょっと薄暗くなってきたから、なんだ、今日これダイソーのね500円の防水バッグ、いいっすよ。ロッドホルダーにもなる、軽い竿なら。ダイソー鉄板、あ、これがあった、スピンソニック 10g かな。これもナレージみたいなもんですよね。ナレージは表面樹脂だけど違うのかな、違うか、ナレージスピンテールじゃないもんね、あれバイブレーションか。これは飛ぶでしょう。巻くだけでいいっていう。なんだあそこ赤く光ってんだ、太陽じゃないよね、太陽か、あっちの方向には光が抜けてんのかな。すごい色だね。雲飛んでるよ。お、何今の、恋かな。願望も込めてシーバスに見えたけど、トップに出たってこと？ってことは表層早巻きみたいな。この流れの上の方からあの人がやってる餌が流れてきて、魚が寄ってきてこの辺で食ってるみたいな、それだといいけどね。大丈夫ですか今の。これ大丈夫だから甘えるんだよな、多分大丈夫なんだよ。でも確実に失速はしてるけどね、ラインがバサバサってなって。でも絡まってなければね、まあ不幸中の幸いというか。
結構頻繁に巻き上げてんだよな。僕子供の時あの吸い込みで来いっつってた時はあの鈴つけっぱなしで巻いた時によくラインに絡んで鈴が外れてましたけどね。水の中には落ちてないけど、だから巻く時は外すっていう。今あれかな、鈴も良くなってんのかな。あの目が取れちゃったスピンソニックも直さないとな。どうやって直そうかな。金属であそこに入れるの大変すぎるから樹脂でやるしかないんだけど、樹脂でやるとなるとね、なんか細工したくなっちゃうよね。樹脂だと目ん玉どうしよう問題があるよな。色をね、透明の樹脂はあるんだけど、ニセクの本物のブレードつけたやつ、これも確か 10g ぐらい。こっちのがバイブレーションしてるみたいだな。ブレードが大きいのか。ブレードもなんか買ったな、ダイソーで。あのブレードをつけよう、いろんなメタルバイブに。付け替えか、あれ結構大きめ。すごくない？あれでエアノットなしだよ。キャストが下手でも、人がいなくてよかった。まあ後ろに人いるときはあんな投げ方しないけど、カバンにね刺さらなくてよかった。まあね、こういうこともありますよ。めったにないけどね。ラインは大丈夫そう。いやもう暗いな。GoPro もう光源が、ああいうね街灯とかが滲むような、あの手ブレ補正でね。滲むぐらいの暗さになってるんじゃないでしょうか。うわ、大きい。あれは葉っぱ？木の枝？大雨降るとね、これがあるからね、怖いっすよね。中川の上流はなんだっけ？利根川か。あと投げといた方がいいのあるかな？あぶねえ。終わりにしよっか。お腹すいた。じゃあ週末釣り行けるように頑張ります。それでは。